先週は決死の挑戦で堂々と金賞を獲得。リーダーの暗いキャラクターに若い女性からかわいいという声が漏れる。挑むは9週目ファニーズ。7時のニュースです。あまりに熱狂的なロックンロールブームのため、政府はロックンロール並びにツイスト禁止令を発令しました。市民の皆様、ツイストを踊ってはいけません。みんなでなくそうロックンロール。7時のニュースでした。私たちは隠れロックンローラーです。誰もいねえな。こんな山の中まで来りゃもう大丈夫だぜ。原宿時代思い出してよ、パーッと踊るぜ。ハゲミッカン隠れ、いやいや、ツイスト G メンなんかくそくらいだ。隠れだ。音楽頼むぜ。任せとけ、ノリノリで行くぜ。イエーイ、ロックンロール、イエーイ、スイッチオン。北のすごい、やっか違うと思う。間違いない。すごい、A 面と B 面間違い違ったぜ。今度こそノリノリで来て、イエーイ、スイッチオン。ゆえなやべえ、ツイスト G メンだ。私がツイスト G メンの腰振り禁止だ。ツイスト現行犯で逮捕する。旦那、俺たちはツイストなんか踊ってはしませんぜ。踊ってませんぜ。何？お前たち今こうやってたな。ツイスト踊ってたんだ。違いますよ、俺がやってたのこれですよ。お前何やってんだ。河原でタニシ取ってたんです。お前タニシ取ってたのか。ああそうか、お前今こうやってたな。お前ツイスト踊ってたんだろ。とんでもないですよ旦那、俺がやったのこれですぜ。大小どい、お前何やってんだ。みかんの選別です。お前みかんの選別やってたのか。みかんの選別。あ、そうか。お前今こうやってたな。お前ツイスト踊ってたんだろ。いや、俺は船を漕いでたんですよ。船漕いでた。えんやーとっと、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 えんやーとっと。しらじらしい。おい、じゃあこのラジカセは一体なんだ。ロックンロール流してたんだろ。とんでもございません。よし、お前ちょっとテープ流してみな。これ効果するんだ。よし、絶対にロックンロールが流れるはずだ。違いますね旦那、俺たちがかけてやっていたのはこれですぜ。スイッチオン。スイッチオン。1、2、3、4、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 1、2、3、4。なんだそりゃ。エアロビックスです。エアロビックスだ。踏み絵を行う。踏み絵。これだ。エールズプレスに頼む。これあんなの踏めねえな。みんなごまかすんだ。お前たちこれが誰か分かるな。お前これ誰だ。これはベイスティーローラーズのレスリー・マッコーエンですよ。ベイスティーのレスリーだ。お前はこれクロード・チアリです。お前は、EH エリックです。EH エリックだ。よし、お前 EH エリック言ったな。エリックなら踏めるだろ。踏めません。どうしてじゃ。これ僕の兄さんなんです。お前の兄さん。するとお前は岡田真澄です。お前岡田真澄だ。ワンパンです。いやー、ワンパンか。じゃあ兄貴じゃ踏めねえわな。よかったわ。踏めねえら。しらばっくれんのもいい加減にしろ。お前たちがロックンローラーだってことは当の昔から分かってるんだ。どうしてですか。お前たちの中に密告したやつがいる。密告。どこのどいつだその野郎は。そんなのも見つけてみろ、そこリンチだ。俺じゃねえ、俺じゃねえ。絶対俺なんかじゃねえんだ。お前何言ってんだ。誰もおめえだなんて言ってねえぞ。ここに来る途中カトンタバコ屋から警察に電話して、その足で警察に行って2階の取り調べ室で洗いざらい話して賞金の20万円もらったのは俺じゃねえんだ。おめえだったのか。どうしてわかるんだ。俺だけ
撃は誰だって分かるってバカ野郎。この野郎リンチだ。待ちな、こいつには何か理由があるに違えねえ。赤木、そういやおめえ、おめえの母さん目の手術するんだってな。そうなんだよ、お袋の目の手術なんだ。角膜移植か。角膜炎か。違う、一重まぶたを二重まぶたにしたいんだ。一重を。それでよ、20万円の手術代獣人病院に払わなきゃいけねえんだよ。そうだったのか、赤木、気にすんな。今日の ことは忘れてやるよ。ありがとう。美しい。なんて美しい話なんだ。いやー、思わずもらい泣きしてしまいましたよ。本当ですか。いや、僕はね、今日のことは僕の胸にしまうつもりでいるから。本当ですか、うん、ありがとうございます。しかしな、二度と腰は振るな。はい、もう腰は振りません。いいか、はい、法律にも抜け穴っていうのがあるんだ。抜け穴。ツイストを踊るときはな、腰を振る代わりに首を振るんだ。首振るったって一体どういう風に振るんですか。お前それも知らねえのか。ほう、よし、それじゃしょうがねえ、俺が見本を見せてやるんだ。一度踊ってみねえか。踊るわけねえだろ。どうぞ。ありがとうございます。前前待ってください。あとこっちこっち。はい、そしてさあ、今度拍手に参りました。9周目マリーズ。マリーズ聞いてください、この場内の声。さあどうなる。グラブ、はい、はい、ちょっとそれで。